マイヌ TJ さんのお悩みのお悩みを考えるみたいな動画のコメントで、はい、ある方からですね、はい、INTJ ですと、はい、ご自覚が。私からの意見は、 INTJ は他の人の共感を求めちゃダメですと、はい、感情的な交流は数年以上の付き合いがあった上の話、あることを一緒にするためっていう関係性が INTJ にとっては楽だよと、はい、うん、早い段階で感情的なこととか、はい、まあ、自分のなんか本質的なところ、はい、大事にしてる部分みたいなものを出すと、その関係性はすぐに壊れる気がしますと、はい、いうコメントをいただいてます、はい、コメントをいただいた方の、はい、ごきげんよう。先のお話はまさに私とある ENFP の友達との話だったと。要は長い年月経ってからハートを見せた方がいいよみたいな、はいはい、彼女は早い段階で私と共鳴できることを発見したよと。だが時間につれて私の方が、要はご自覚が INTJ なので FE が強い人ではなく、彼女を傷つくかせることがあって関係が壊れたっていう意味なのかな。そのせいで今は友達作りを一旦やめて、まずは仕事関係から入った方が安心だと思っています。はい、いや ENFP さん、はい、僕だという認識なんですけど、はい、多分ね、今話しかければ多分ああってなりますよ。はい、あの時は傷ついたかもしれないけどさって、その結局人が好きなんですよ僕、 ENFP。 あ、そうだと思いますよ。その例えばNF の人、はい、傷つくかもしれないけど、はい、離れたらもっと傷つくんじゃないかな。そう、結局ね、結局NF の人たちは外交、はい、外交民族は、はい、やっぱ人と喋ってなんぼなんですよ。人と仲良くしたいんです、はい、一体感でなんぼなので、はい、離れないで。そうなので、こういくら傷ついても、はい、そばにいたい。大丈夫です。大丈夫ですと思います。はい、はい、そのことを話せると思います。はい、はい、はい、あれは確かに傷ついたと。傷ついた。でもまあその意図を知れば。そう、言い方。はい。言い方。はい。イラッとしたのは言い方だけ。はい。君のことは何も思ってない。でまあその言い方も、はい、後からこう誤解が解けることもあるわけじゃないですか。全然ある。はい、カチンってなるので。はい。そうなんですよ。別に言った側も別に悪い言い方をしたつもりなくても。NT さんは、はい、何とも思ってないはず。はい。はい、ただ自分の意見を言っただけ。言っただけ。はい、本当それ。まあここでもよくあります、ね。はい、ここでもよくある。はい。最初それどういう意味ですって。はい。急にスイッチが入るときはあるんですけど。はい。そういう民族なんですよ。多分、はい。そうなんですよ、うん。外交戦闘民族なんで。はい。離れないでって思いますよね。離れるのが多分一番傷つく。と、もう仲良くしたい。はい。私なんか悪いことしたっけとか多分思うんです。そう思ってる。はい。はい。あ、そう、ルーシーさん、これからも何かあれば。はい。あつささん、ごきげんよう。ご飯より思想が大事かもしれない ENTP と、うん、まあ、NT はそうですよね。まあ、NT はそんな感じしますよね、はい、エニアグラムタイプ5とかですもんね。はい、あ、勝手にごめんなさい。離れたら嫌われてるかなって勘ぐってしまいます。わかります。 NF です。はい、はい、NT は多分それ何とも思ってないと思う。で多分こう人が離れてくと、まあ、嫌われたかどうかを一番気にしてるわけじゃないですか。はい。なのでこう離れていくと一番傷つきそうですよね。ドアスラムやるのってここの人たちでしたっけ。 NT? NF? NF でしたっけ。あ、わかんないです。あ、どっかの特定のタイプでしたよね。いやでも、いや、あれどのタイプでももういいパターンはやるだろうなって思うんですよ。いや、まあその人限定ではやることはありますよ、はい、だけどよくドアスラムってこう電話帳全部消すみたいなドアスラムの人いるじゃないですか。あもう友達全部切っちゃうみたいな。なるほど、ないや。はい。念のため。はい。残しときたいとかありますもんね。アダポシャを聞いて落ち着くの。アダポシャが僕。アダポシャって何ですかね。わかんないですけど。アダポシャ？あ、歌ですね。初音ミクさんのアダポシャっていう歌が、それがアダになってポシャルっていう。多分、ごめんなさい、今勝手にその略かなって思いましたけど。はい、ドラスラムは INFJ だと。なるほど。人間関係リセット症候群だと。まあ、INFP さんにはなんか
一体化の人なので、はい、まあ、そのドアスラムも結局騎士燃料と一緒で、はい、僕の中ではね、はいはいはい、なんかそういう人ですっていう、なんかなんていうんだろう、魔法人みたいなもんですよ。あ、ドアスラムする人ですよ、する人ですよって、はいはいはい、注意してくださいね、はい、で念押しみたいな見えます。はい、はい、もういいじゃんみんな好きっていうことでさっていうほど僕心広くないんですけど、まあ、それも一緒じゃないですか。一緒ですね多分ね。これもなんかこうやって僕、はい、魔法陣一生懸命作ってますよね。そう、僕こういう人ですよってダセーな。でもでもまあみんなそんなとこじゃないですか。それが価値観みたいなとこですよね。はいはい、なんかいつもなんか対象になんか言いまかされて終わる感じが、別に言いまかしてはないですけど、ね、終わる感じがするんですけど、はい、しょうがないです。知恵の差です。傷つかないように、はい、程よい距離で仲良くて、していければ、はいはい、いいですね。自分のにバランス、うん、バランスと栄養ある食事と、はい、睡眠と適度な運動、はい、この辺で、はいはい、ごきげんよう。ごきげんよう。